はい、こんにちは、ユニオンメイドの里見です。まあ今日ちょっとですね、いつもの自分の日常の一コマの話をちょこっと短くさせてもらいたいと思います。私ですね、まあ自分のお店と言ってやってはいるんですけど、いつもドアを閉めて鍵がかかってる。で、私がいない時もあるし、お客さんは営業日だとしても来てもピンポンとして私が出てきて鍵を開けてっていうような、そういうスタイルでちょっとやってまして、まあまあ通りを歩いてるとなんか小屋があって、まあ以前ね、あの動画の最初の頃にやったらちょっと写真写ってるんですけど、その小屋何なんだろうこの小屋は、とこれは店なのか何なのかっていうのがちょっとわからない。で、まあ覗くことはできるんですけど、ちょっと怪しいなここっていうような感じの空気感を出してしまってるんですけど、まあそんな中がでこう営業所として活動して、お店としてやってます。で、まあまあそうは言ってもですね、やっぱりいろんな人に認知はしてもらいたいし、近所の人にも何だろうって気になるお店というか気になるポイントとなっててほしいために、私あと自分のお好みの香りがこう仕事をするになんでも、一日の朝を迎えるでも気分が盛り上がるので、非日常感というかこう独特な世界観と異国感を出すために、お香ですね、アメリカでいうインセンスっていうのを焚いてます。それがね、僕のお気に入りがこのフレンチバニラ、ココナッツとかストロベリーとか、まあ、ラベンダーとかって、まあ、匂いが強かったりとかこう一般的なんじゃなくて、ちょっと柔らかい甘い香りがします。これをね、まあまあ炊いていると、まあ、うちの前を通る若い方なんてもう今ね、スマートフォン見ながら音楽聴きながら通ってはいくんですけど、なんとなくこう鼻に香りがふーっと残って、あれなんだろうこの匂いどこからするんだろうみたいな不思議感があるです。まあまあそうは言っても興味がなければそのまま通り過ぎるんですけど、いつもあそこを通るとなんかいい匂いがするぞみたいな感じの足跡を残せりゃいいなと思ってるんです。で、まあだいたいいい匂いがしてね、悪い気持ちになる人ってあんまりいないんですよね。まあ香水とかでも好きな匂いだって言ってもやっぱすごい匂いが強かったりするとこう違和感感じたりする方もいるかと思うんですけど、柔らかい香りがする分にはね、あんまりこう悪い感じすることってないんですね。それがまあ嗅覚だと思ってます。それで嗅覚っていうのが僕のまあ持論というか考えてることなんですけど、案外記憶にすごい残る。味覚とか視覚、ちょっと見たものとかあんな味だったなっていうのって案外こう正確に覚えてなかったり、実は自分の頭の中でこう変えられちゃったりとかっていうか、記憶をね変えられちゃったりとかしてるようなことがあると思うんですけど、嗅覚ってね、あの時のあの匂い、あこの匂いはあのどっかで嗅いだ匂いだ、あの人の匂いだとか、そういうのがね結構ね刺激されて、その記憶がバツッと蘇ってきて、まあそれが何の匂いかが分からなくても、あこの匂いはみたいな感じでね、こうくすぐりかけて訴えかけてくるものがあると思って、まあまあこんなお香を焚いてます。はい、まあ日常生活の中で、あじゃあ自分もやってみようかなって活用したいと思う方もいれば、お店とかやってる方だったらね、やっぱそこで あそこのお店行くとこんな匂いするみたいなね、そういう風な活用をしてもいいと思うんですけどね、私はちょっとそういうこう異国感を出すためにフレンチバニラの香りを家の前で焚いております。まあそんな日常があるという当店でした。はい、また次のお話を楽しみにしてください。さよなら。